はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃじゃん、世界最強磁石。嘘やんって思いますよね。別にね、これ僕が世界最強って言ってるわけじゃなくて、この商品名が世界最強磁石なんです。これ作った会社がそう歌ってるので、きっとそうなんでしょう。今日はこの世界最強磁石の威力を確かめたいと思います。で、これ今ね、10個あるんですけれど、まあ一つずつにまず分解したいですよね。まずはちょっとこれを外して、あれあれちょっと待って、これあらららら待てよ、これめっちゃ硬いかもしれない、これうわー、あー強っ強っ、これ結構全力でやんないとやばいな、これ、怪我をしないために軍手をしてやりたいと思います。これがね、ほんと硬いんだよね。ちょっとマジで外れないんですけど、よし、オッケーオッケー、ふっ、あー痛ー、手が痛い、すでに手が痛いです。まずはね、外しただけで分かりましたけど、かなりの実力を持ってそうですね、これは。まずはこういう定番的な磁石にくっつくもの、ハサミと爪切りで試してみましょう。で、まずは普通の磁石、よく使うようなこういう磁石でくっつけてみたいと思います。あー、全然優しい優しい、この勢い、ほら、で爪切りくっつくかな。あ、くっつくけど、ただソフトだね。じゃあ次、最強磁石いきます。おすげえ、早い早い、おうよし、うわーすごいすごい、うわー、もうほら、どうぞ爪を切ってくださいってぐらい開いてます。次はですね、なんとこちら釘500本を用意しました。ではまず普通の磁石で試してみましょう。はい、さあどのくらいくっついてくるかですね。おお、あ、結構くっついてきますね。はい、あー、なかなかの威力ですね、これもね。次は最強磁石でやってみましょう。せーの、ほい、うわー、めすごいっすよ、ちょっとこれ、あ、これやばいかもしれない、結構やばいかも、うわー、レベルが違うぞ、これ、ちょっとすごい、明らかなる差が出て、しかも下の方までまだ続いている。まあここでね、大量にくっつく時点ですごいんですけれど、その磁力がこの下の方までずっといってるのがすごい。で、これどうしてもやりたくなるやつなんですけれど、こう釘をこうテーブルの上に置いて、この世界最強磁石をテーブルの下からこうくっつけて動かしたいんですよ。じゃあちょっと動かしてみます。うわー、あー、見てください、これ、すげえ、釘が生きてるかのように動いている。おお、すげえすげえ、これはすごい、結構大量に引率してます。すげえ、これは導いているぞ。うわでは最後の実験へ移ります。最後はこちらです。スコップを用意しました。これがくっつくかどうかですね。ちなみに結構重いです。ではまずは普通の磁石でやってみましょう。せーの、おお、くっつくね、よしよし、このぐらいはいけるけど、あー、持ち上がらないですね。では次は世界最強磁石でやります。まあ大体ね、同じ位置につけたいと思います。さっきのはもう滑って動いちゃったんですけど、まあ同じ位置でいきますよ。うい持ち上げます、せーの、おーい、すげえ、これ本当に磁石しか持ってませんよ、僕、すごー、これ余裕ですね。はい、こう見ると分かりますよね。いやー、すごいね、これ。いやー、今回はね、この世界最強磁石の実力を試してみましたが、これ確かに世界最強クラスですね。冷静に考えてみると、この少なさですからね、10個しかないですから、これがもっと増えたら大変なことになりますね、これは。ということで、もし皆さん扱う場合は怪我に注意してください。それではまたお会いしましょう。 See you next time。 今日のことわざ。
論より証拠。物事を明らかにするには論議を重ねるよりも証拠を示すことの方が大事ということです。まあ、あだこうだこう説明ばっかりしてるよりもね、物見せとか早いってことですね。ほんではさらばじゃ。ちょっと松明を設置して。待て、え、でででで、いたんだ。もう騒がしいよ。ちょっと一旦体勢を立て直しましょう。ここで、え、行くの？どこにいるんだろう。ダイヤモンドだ。あった、やめろ。ああ、やばい。ちょっと、ああ。